こんにちは、マサです。今日は海の方が荒れてるんで、ダムの方でバス釣りの方をやってみたいと思います。で、急遽なんで、あれなんですけど、20年以上の竿とリール持ってきたんで、これと今流行りのビッグベイトの方で挑戦したいと思います。ゴミの外し方揃ってるよね。はい。あまりに水が綺麗すぎて、いいんですけどね、バスが全然いないですね、これバスが見えないですよ。ちょっと違う場所で投げてみたいと思います。釣れました。よっしゃー。やっぱ曇ってから釣れますね。
ってきました。ありが危ない。危険です。OK。本日の釣果はこちらになります。ちょっとちっちゃいですけど、真夏のこの真昼間、今3時前ですけどね。こんなん釣れました。はい。最後これリリースしときます。もう死ぬかもしれない。リリースします。オッケーです。はい、お疲れ様でした。iPhone7大変でしたね。ほんまやで、これなんやけどな。はいはい、あ、これこれですね、これですね。紛失届ですね。ああ、まだお前買って半年も使ってへんだよ、はい、大変ですよね。正直釣れても笑えないですよ。はい、顔が引きつりますわ。喜べないですよ、はい。まあ皆さんも水分、まあ、防水なんですけどね、沈没させると紛失になってえらいことになりますんで、皆さん水辺での携帯の使用注意しましょう。ありがとうございます。